こんにちは、メイです。ついにスプラトゥーン3が発売しましたね。実はスプラマはつもりよりもやっているゲームなんです。あつ森が今1500時間ぐらいですからね。ちょっとスプラ3を触ってみたんですけど、前回のスプラ2と違うところは戦いだけが全てではない世界になったという点がさらに面白くしています。ロッカーレイアウトやナーバトラー、サーモンランがあったり、今後ロッカーなどのレイアウトの配信などもする予定です。得意分野なので、皆さんにおしゃれなロッカーのコーデの仕方をお伝えできたら嬉しいです。そのロッカーを充実させるためにはヒーローモードをする必要があるのでやっていきます。噂によると可愛いグッズがたくさんあるみたいです。早速やっていきましょうと言いたいところですが、録画ボタンをちゃんと押せてなくてちょっとだけ最初がないです。タコが来おる。は？おお、取り乱してすまんかった。わしはニュースカラストンビ部隊の相談役をしている当たり目じゃ。チョッキーチョッキーじゃないわ。全部スカの言い方だね。なるほどね。また大電池の松が消えてますよっていう。いいよ、取り戻しましょう。黙ってることはイエスって結構やばいと思うんだよね、その考え方。サイズはぴったり。あ、ね、かわいい。うろちょろしてる。え、かわいい、かわいい。いかんよろしい。かわいい。レッツゴー、以下よろしく。なにこれ、どこ行くの？うん、これ何？あ、あ、すごい、なに？あー、触らないようにしないといけないんだ。え、可愛くない？あ、あ、またねえ、かわいい、かわいい。ちょっと少しだけ投げれる。ああ、ごめん。どこ行っちゃった。これ、セーブポイントかな？なにこれ、ケバインク。ああ、なんかめっちゃズルだっぽい。OK。ん？なるほどね。これ何？のね、あ、そっか、夜間だったね、前の時も。開けてないね、入ろうとしちゃった。かわいい。なんて書いてある？襲撃クレーターの奥地にタコは存在した。行くよー。なになに、これ何すればいい？全部撃てばいいのかな、これ。あ、そうっぽいな、どうやら。オッケーオッケー。あ、これさ、あれだよね。床でさ、いくらいっぱいもらおう。いっぱいもらって。全部やったら、あれ？もうこっち進めばいいのかな？オッケー。ああ、なるほどね。これをやればいいのかな、全部。楽しいね、これ。めちゃくちゃ気持ちいい。ん？これか。ん？かわいい。頑張ってくれてる。これずっとできるの？ねえ。あ、ちょっとずつ色がついてってる。協力してあげよう。なるほど。で、これでやってもらっておくと。かわいいね。届かなくても小酒投げればいいんだ。なるほどね。これ塗れるの？あ、塗れるね。上に行けそう。なるほど。とにかくイクラを集めればいいのかな？あー、なるほど。あっちもあるね。
と行ってみよっか。これ塗って、おお、あらあらあら、こっちはなかったっぽいな。タコトルーパー、オッケー。ちょっと待ってね、こっちやってない方行くわ。とりあえずこっち行ってから、こっち行ってから、ほらなんかあるよ。そうそう、いくらね、いっぱい集めて、で、こじゃけぽい、かわいい。じゃあよろしく、ありがとねー。で、これさ、あー今もらってきた、かわいいね。これさ、こじゃけやってもかわいいんじゃない？ね、かわいいよ。こじゃけに任せればいいわ、これ。楽しいねー。おー、おー、電池。かわいい。電池ナマズ。ジャンプ。タッチ。かわいい。え、食べないでよ。かわいい、かわいいよ。小酒がこっち見てるのがかわいいんだよね。オッケー。あ、やった。いっぱいもらえる。で、次は？うん、じゃあどうするの。へえ、どこか。300、お、すごーい、やるね、こじゃけ。かわいいね、君。ありがとね。疲れてない？あ、疲れて休憩してるの？かわいいね。あ、吸い込まれちゃう。どこやったらいいかな。とりあえずここやろっか。ほい。ほい。うんうん。え、何これ。あ、かわいい。やった。あ、そういうことなんだ。じゃあ、押し込んで、ぽい。ぽい。で、これでもらえるんだ。なるほどね。へぇ。よし、行ってみよう。この調子でどんどんロッカーの中身をゲットしていこう。かわいい。やり込み要素がいっぱいある。楽しい。なんて書いてあるかわかんないんだよ。疑惑、インクの沼の中、中央に、あー、怪しい光を見た。はい。なんか可愛いね。もう可愛いしか言ってないけど。あ、イクラがいっぱい。これ練り返したらさ、イクラ出てくるとかない？ないね。とにかくやっぱ、イクラいっぱい集めないといけないっぽいな。おー、すごいすごい。ジャンプ。イクラ、イクラ、イクラ。あ、すごいすごい。こんな感じもできるんだね。ジャンプ。楽しい。こっちは何がある？こっちから行ってみようか。特になんも。ちょっと待って。こっち取りたい。こっち取りたい。ちょっと待って。こっち何もなかった。これ失敗した時用のやつだったのかな？ジャンプ。あ、これ気持ちいいね。プチプチ取ってくって感じか。えいっ。おっと、セーフ。これさ、塗り返したなんかある？特にないのかな、何も。なんかさ、こういうところ塗り返すとさ、宝箱出たりとかあるじゃんね。あるかな？ないね。この下とか怪しい。ないね。特に何にもないのかな？何にもないっぽい。先に進むか。ぴょん。セーブポイント。ぴょん。あ、待って。あ、タコトルーパーいる。でも、無視でいいのかな、これ。めっちゃ気持ちいいね。ん？あ、ここか。一周しないと分かんなかった。これ倒しちゃおう。
タッチできてないけど。ゲット、かわいい。サクサク進めていこう。かわいいなぁ。隠しとか何かあるのかなぁ。グッドグッド。うん。夢チェンしてたね。なるほど。オッケー。わー、いっぱいもらえた、やったね。で、これで。はい。大きいのは、ちょっとお値段、お高めなのね。お疲れー。あ、これか。正しく投げないとダメなんだ。あ、行ってみよう。めちゃくちゃサクサクだ。これね、保存されてるから鍵開けようっていうことだ。鍵ナイスよ。インクレールだ。シュン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 。ん、なんだろう。ん、あ、まだいた。あ、あったあったあった。やっぱね、寄り道が基本だね、多分。寄り道いっぱいしてこう。これで中央戻るんだ。なるほど。ここか。え、違うな。こっち行ったけど、あっちってどうやって行くんだ？ここか。なるほど。さすが。さすがこうじゃけか。くるくるーん。なるほどね。で、とりあえず戻る。で、こっちか。なるほど。楽しいね。前のよりすごい楽しい仕掛けになってる。で、ここで開けると。1個目、2個目、シューン。いいね。ジャンプ。サクサクだ。初回ボーナスで600とかもらえるんだ。なるほどね。じゃあこれ何回もさ、やればさ、ちょっと下がっていくのかな、いくらの数が。いいね。気味が悪いわい。うん、そうね。OK？ うん。ん？で、おじいちゃんじゃまた勝手に歩き回っとんのね。1号、おじいちゃんほっつけ歩いてるっぽい。行くよ、2号。じいちゃん確保せよ。ラジャー了解以下よろしく。切れてしもった。うむ、1号も2号もせっかちでいかんな。ザザ、ザザザザザ、ギギギ。あた、みつ、だぞ。当たり目見つけたぞ、かな？ん？またタコワサ将軍かな？ナイスー。600嬉しいね。これ、あ、上に上がれるだけね、OK。で、これか。あー、なんかもらった、ありがとう。なんかちょっとずつ進むたびに、そろりそろり。よし。危なかった。もしゃもしゃになるとこだったね。一瞬、
あれかと思っちゃうんだよね、こしゃけ見ると敵かと思っちゃうサーモンランのやりすぎですね。危機、地元住民も恐怖する謎の危険生物とは？なんだろう。あー、なんかせり上がってくる。サクサク、ゴリ押し。あ、後ろ取ろっか。で、この上登れるのかな。あー、なるほどね、そういうことか。上からも行くと楽だよっていうそれでいいのかな。ナイス。あ、上がってった。中間地点サクサクだね。ゲット。こんにちは。はい。ごめん、倒しちゃった。自分で倒した方が早いみたい。いいねこれ、注目ボタンがあるからすごい楽しい。よし、上だ。すごいいっぱいいる。これで終わりかな。終わりっぽいね。よし、オッケー、サクサククリア、ゲットなんか犯人逮捕せよみたいな、確保したって感じの顔だね。うん、よし、いいね、いっぱいもらった。ちょっと遠いな。さあ、あれに向かってほい。あ、すごい、ドン小鮭が落ちてった。おじいちゃん危ないよ、そこいたら。うん、塩辛節？もしかして？何？お尻めちゃくちゃ痛そう。あー、やっぱり当たり目見つけたぞで合ってたね。最近しもべたちが失踪していたのは貴様が原因か？タコアサ将軍、 DJ タコアサ将軍、ここで会ったが107年目。なんか絶対この107っていうのが何かあるよね、意味が。タコ軍団のボスや、こっち見てやれい。何を言っているのかわからないが、我ら戦う定め。オッケー。え、オッケー、もうこれ終わりなの。どこで戦うのこれ。ボスフィールドある？あるある。あ、かっこいいね、砂嵐が。これ追尾型？多分さ、これ手攻撃するんだと思うんだよね。で、避けて、うん、ほいね。で返してる。あー、このままだ。このままで、じゃん、このままでやるんだ。着地する前に、パンチが着地する前に、あ、飛んでた。どこ行くの？場所移動するだけ？あ、これはダメなんだね。オッケー。これ塗っといた方がいいね。なるほど。パンチをしてきたら、これは打ち返す。ブブ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 ブ。オッケー。いいね。なんかすごい緩い。あ、で、これはドリルだから避けたし、で、このまま返す。あ、出てきた。すいませんが、あと3回かな、多分。あと2回かな。に
任天堂って大体そうだよね。最新の機能準備あ、吸引機だあ、取られちゃった。あ、ちょっと速くなってる。あー、なるほどね。おお、吸引機だ。間違えた。多分ね、小酒投げるだと思うんだ、あの時に。これは避けると。はいフフフ、吸引できなーい。小酒戦うのかわいいねかわいいかわいい。小酒ずっと挟まってる、かわいいあー、めちゃくちゃかわいいんだけどあー、で帰ってくるのね。あら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 、なるほど。余計なものを詰まらせるな。小酒投げるのがね、サブだからちょっと分かんなくなっちゃうね。吸うかな。よし、いってらっしゃい。あ、ちょっと嫌な、焦った。これは逃げないといけないですね。オッケー。で、攻撃する。オッケー、オッケー。めっちゃ震えてんの、めっちゃ面白い。あ、出てきた。こんにちは、さよなら。で、こじゃけちゃんが帰ってきた。お、怒ったぞー。待って、何モード？横綱突っ張りモード？あ、どうなるこれ。あ、あ、なるほどね、衝撃波があるんだ。なるほど、 OK。 なんだろう、吸い込め。よーし、あ、見るの忘れた。あ、でもあの吸引機で詰まるまでは いけないのかな。ジャンプジャンプジャンプ、よし、いいね小酒かわいいな、有能だな、すごいすごい有能。あ、これ衝撃波くるやつだ。ジャンプ、大体この真ん中で戦っとけばいいな。あ、吸引機投げろ。よし、じゃあ次ので、ジャンプジャンプ、いいね。これでもう終わりじゃない？ 3 回だから。よし、やられた。いや、部下追ってきただけなのにさ、こんな風に叩きのまされるのってかわいそうだよね、ちょっと仲間になったりするのかな今回。だってもじゃもじゃになってないもん、この子。なんと強い装備だ。おでんちなまずは持ってる割に弱いの。とこはさ、もう6、もう6したんか。おでんちなまずなんて知らないぞ。おめ、そうなのか。いや、しかしの、ほんざ一体誰か。あ、キャワインクが、キャー、あー、タコワサ将軍。あ、みんな、あー、装備が全部折ってっちゃったあんな風圧で投げるってどんなブカブカのやつ着てたんやろお、主役だね。祭りのために盗んだのかな？お。なんかちょっとミニオンっぽいんだよね。わー、すごい。南極みたい。
おしゃれ。あ、すごい、ロゴがすごいおしゃれだ。わ、絶対寒いよこんな格好で。あ、インク塗れる。おーい、おーい、姫ちゃんの声かな。あ、あー、違った。あおりちゃんとほたるちゃんだ。と、サンゴ。サンゴめっちゃなんか黒い、黒いね。シレーでーす。チョキーチョキーは息子風だね。ここは見た感じすごい広いし、ケバインクがケバリ散らかしているみたいなの。でもサンゴたちなら突破できるはず。お願い、じいちゃんを探すのに協力して。うん。黙ってるってことはイエスってことやんね。ね、その思考回路すごいやばい考えだと思うんだよね。選択肢すらないから。うん。クレーターの下に広がっているこの空間はオルタナって名前らしいんよ。で、オルタナにはサイトって呼ばれる島が全部で6つあるみたい。あと中心に謎のロケットがあるね。すごくでかい。でさ、おじいちゃんに持たせておいた発信機っぽい強い反応が3つもあるんよね。3つ。その3箇所の調査を、その3箇所の調査をお願いしたい感じです。OK。なるほど。宝とかある感じかな。あららら、ら、装備も壊れちゃってる。あ、結構あるね。うんうん。イリコニウムを使って強化したい装備のロックを解除してね。OK。イリコニウムって前もあったね。なんだろう、あ、あ、これ私がもらったぬいぐるみだ。思い出す。あー、なるほどね、そういうことね。これあれだね、2の時の。あ、てかいくらも全部なくなってんじゃん。こじゃけ仕事できないね。しょうがないか。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。お、あつ森以外にもスプラトゥーンでもいいねと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。